どうも、明日の重心化予想じゃなくて間違えた。シャーペンです。で、明日の重心化予想ですね。あのニュースが水曜に動いてきたんで、この予想も火曜ですね。なんか新鮮ですね、火曜日にこれは。で、今のところ、令和に入ってからマジで雑魚なんですよ、僕。またね、当初の重心化外しボットっていう称号がお似合いになってきてるんで、誰かこれいらないですか、この称号。そろそろ当てます。はい。まず、前回いろいろとね、くっちゃべった法則性なんですけども、前までスキッティとダイヤモンドに共通していたダメを耐性、あと実質砲撃型共通してたんですけども、それ完全にうずめで壊れましたね。完全崩壊。ダメをない耐性ない砲撃じゃないんで、無理やり言うんだったら神化がバランス型っていうのと、また友情コンボが強いっていう、そこに重きを置いているって感じ。とりあえず属性はおそらく闇なんですよね、順番的には。飛ばされたりしなければ。闇ですし、来週火曜日もデーバだった赤車。カタストロフィーなんで、これは合ってそう、さすがに。で、これ踏まえてキャラクターなんですけども、でも2択かなと思ってますね。クロノス闇属性、神化がダメ妖精キラーでデーバラットの鉄製、デーバの花ってあれ妖精なんでキラー入るんですよね。で、神化バランス型で、友情コンボがキラー乗るバーティカルレーザー EL なんで強いんですよ、普通に。ただ重心化これでいっちゃうとね、バーティカルというとちょっとファントムとかぶっちゃうんで、うずめみたいな感じでガラッと変わりそうだなって感じですかね。で、もう一体がトールですね。これも似てるんですけども、闇属性で進化が超 AGB と妖精キラーで、これも鉄製デーバだったので、神化バランス型、友情コンボもキラー乗る十字レーザーって感じで、トールの方がちょっと尖ってますね、妖精に対して。神化の尖り方すごいですね。あとは赤ちゃんにギミック対応しているサスケぐらいですかね。来週火曜とか見ると、どれだクロノスかな。でも友情なんかかわいそうというわけで、クロノスで当たってくれ。マジで当たってない。クロノス。で、そして前回好評でした来週のラッキーモンスター予想を、なんやかんや3体当たりましてね、調子乗ってますけども。で、先週言ってたなんかいろいろと法則性は割と当たってたらしく、同じ考えでいきますか。内訳は超絶か激級のキャラが1体、究極のキャラ3体、星5制限かサンクチュアリみたいな特殊なキャラクターが1体、合計5体。で、土日に降臨するキャラクター選ばんてるんですけども、これがもっと深くいくと、12時以降に降臨する。で、さらに3時間降臨というのがありまして、これがまた次当てはまったら相当予想は楽になりそうですね。絞れるんで。土日12時以降3時間降臨。ただ前回言ってた、ストアのキャラクターですね。先週までは、ストア限定のキャラがいたんですけども、今週いなかったんで、人気なキャラクターですかね。1体は。古参で人気なキャラクターという解釈でいこうかなと思います。で、これを踏まえて、来週予想、八角リザード、林道少佐、長倉新八、キー、キャリック、です。で、キャリックがね、9時から12時なんですよね。これちょっと違うんですけども、他いなかった、該当がいなかったんで、仕方なくですかね。ギリ12時なんで、他はすべて一応、法則にのっとってますね。あとはなんか、入れ替わって、前回のイザナミみたいに超絶1周目とか入ってくるか、というわけで。ラッキーモンスター予想でした。よかったらコメント欄から皆さんの予想と、重心化予想、ラッキーモンスター予想やら、コメント欄からよろしくお願いします。あとぜひ、チャンネル登録もしていただけると、さらに嬉しいです。はい。では、ご視聴ありがとうございました。